それじゃあ今から中間試験の返却をするわ。名前を呼ばれた人は取りに来てちょうだい。ふふふ、赤点だけは取りませんように。ランターナ学園は他国からの留学生もいるほどの錬金術教育のトップクラスの学校。念願かなって推薦入学を果たした私は錬金術師に憧れるピカピカの1年生。同じクラスのミミちゃんをはじめとした錬金術を志す同級生たちやマリオン先生、錬金術部顧問のマルローネ先生や、ちょっと怖いソフィー先輩たちと出会ったんだ。ソフィー先輩のお家での錬金術合宿で鬼の調合特訓を受け、調合の中間試験に無事合格。そして冷や汗者の一般教科の結果が今。次レスナ・シュテルネンリヒト。はい。ギリギリ合格よ。赤点を取らなくてよかったわね。これで退学は免れたよね。レスナさん、学生の本分は勉強よ。次からはちゃんと授業に出なさいね。はい、すみません。次、ミミウリエフォン・シュバルツラング。はい。さすがね、全教科満点よ。ありがとうございます。へえ、全教科満点。ミミちゃんすごすぎる。私ももっと頑張らなくちゃ。ミミちゃん。レスナさん、何かご用ですか？ミミちゃんも部室に行くよね。一緒に行かない？用事があるので先に行っていてください。そっか、じゃあまた後でね。これはひどい点数だね。めったにお目にかかれないよ。ねえ、写真撮っていい？やめてください。私だってこんな点数取るの初めてなんですから。レスナちゃん、錬金術の知識は豊富だし、ちゃんと勉強すれば一般教科の点数も取れそうだよね。1ヶ月休んだツケが回ってきました。日々の予習復習を怠っていなければこんなことには。みんな揃ってるわね。みんなに見せたいものがあるのよ。おう、マルローネ先生。見せたいものって何ですか？これよ。毎年恒例行事、錬金祭。錬金祭？錬金祭！なんて魅惑的な響きでしょう。ところで、錬金祭って何ですか？学年ごとに錬金術を題材にした競技で競う行事だよ。体育祭みたいなものって言えばわかるかな？この行事、学園外に錬金術の良さをアピールする絶好のチャンスでもあるのよ。ほう、なんだか楽しそうです。ちなみに今年の新入生が挑むのはミニロケットよ。ミニロケット？錬金術で推進力を生み出す機構を作って、どこまで高く飛ばせるかの勝負ってことかな。なるほど、この前の実技試験とは全然趣旨が違いますね。今年もこの時期が来たね。みんな絶
対優勝を狙うよ。そうよ、賞品がかかってるんだから。賞品ですか？各競技の勝者が所属しているチームには食堂無料クーポン券10枚が配られるんだ。それってつまり10食ただってことですか？その通り。普段は高くて手が出しにくい特盛パフェも無料で食べられるってわけ。それは優勝するしかないですね。チームで協力して一丸となって頑張ろうね。顧問の私も全力で手伝うわよ。はい、必勝の一年で当たります。推進力を生み出すには何を使えばいいんだろう。マルローネ先生の得意な爆弾を応用するっていうのも一つの手だよね。錬金祭の準備ですか？あ、ミミちゃん、先生から錬金祭の話聞いた？ええ、今年の新入生のテーマはミニロケットだそうですね。どうしたら高く飛ぶんだろう。考えることがいっぱいだよ。各競技の優勝者がいるチームには食堂無料クーポンっていうし、ミミちゃん、一緒に優勝を目指して頑張ろうね。勝利を目指すのは当然ですわね。優秀なミミちゃんがいたら絶対勝てるよね。早速一緒に作戦会議しようよ。ごめんなさい、ちょっとやることがあるから席を外すわね。ミミちゃん。ミミちゃん忙しいんだな。無理に誘って悪いことをしちゃったかな。あれ、そういえばエリンちゃんってどうしてるんだろう。ロラの先輩、デスナちゃん、どうしたの？エレンちゃんって猫さんチームに入ったわけじゃないんですか？ああ、そうだね、入ってないんだ。じゃあクマさんチームかヘビさんチームに入ったんですか？すごいな。ううん、そうでもなくて、錬金術部自体に入ってないみたいなんだ。それっていいんですか？錬金術部に入るのは強制じゃないから違反ではないよ。家庭の事情とかで入れない人もいるし。そうなんですね、当たり前に入るものだと思っていました。うん、でも入らないと不便だと思うんだけどな。この素材を使えば推進力は上がりそうだけど、ロケットを軽量化しないとダメかも。でもそれだと耐久力に問題か。あれ、もうこんな時間、いけない、急いで帰らなきゃ。寮の門限って何時までだっけ？間に合うといいけど。ん？分かってるわよ、私だって最初からなかったんだから。誰かの話し声が聞こえる。この声ってミミちゃん？やっぱりミミちゃんだ。ミミちゃん、私は推薦組のやつらなんかに負けないんだから。あ、今推薦組って言ったよね。それって私のこと？実力もないのに運よく選ばれただけの凡人よ。きっといつかボロが出るに違いないわ。私はその中で頂点に立ち続けるの。
これ以上ここにいたらダメだ。ミミちゃんに気づかれる前に行かないと。誰？レスナ。私の本心を言ったまでよ。本心？気に食わないのよ。あなたみたいな努力をしてない人間が同じ場所に立っているのが。努力してないなんて。だってそうでしょ？入試も受けずに入ってきた推薦組なんだから。それは、そうだけど。推薦を受けるために自分を売り込んだわけでもない。調合の才能がずば抜けていたわけでもない。どこかの誰かの気まぐれで、運だけでここに来たってわけでしょ？本当に腹が立つ。ランターナ学園、錬金術家はね、努力して努力して努力して、そんな人たちが入試でぶつかって、それでもなお残った人だけが立つのを許される場所。なんであなたみたいな人間がいるの？錬金術を遊びだと思っているような人間が。遊びだなんて思ってないよ。私は本気で錬金術を。本気？あれがあなたの本気だっていうの？あなた一人じゃ実技試験は合格できなかったじゃない。先生や先輩がいなかったら、あなたは今頃退学になってたわ。それは。私は認めない。あなたなんかに負けない。錬金祭で見せつけてやるわ、私とあなたの差を。私、ミミちゃんにそんな風に思われてたんだ。提案があります。何？どうしたの？錬金祭で猫さんチームが勝つためにやってみたい作戦があるんです。何それ、どんなの？コンペ形式を取りたいと思います。コンペ形式？はい。私とレスナさんでそれぞれが優れていると思うミニロケットを作り競うんです。最初から協力するより、超えるべき目標があった方がそれを超えようと結果を出せるのではないでしょうか。おお、なんだか面白そう。いいんじゃない、やってみたら？ありがとうございます。ということで、レスナさん、今日から敵ですので、あしからず。ミミちゃん、なんであなたみたいな人間がいるの？錬金術を遊びだと思っているような人間が。遊びだなんて思ってない。私だって真剣にここまでやってきたんだ。でもミミちゃんが言っていることも一理ある。私は本当はここに立つべき人間じゃないのかも。それでも私はここにいたい。錬金術の道を歩んでいきたいんだ。そのためには、ミミちゃんに認めてもらうためには、結果を出すしかないんだと思う。わかったよ、ミミちゃん。私、精一杯頑張るから。もし、私が勝ったら、私のこと、
認めてほしいな。いいでしょう。でも勝つのは私です。絶対にミミちゃんに勝たなくちゃ。まずはミニロケットの規定を再確認しよう。ロケット型の外装に錬金術で作った機構を取り付け、その推進力だけで飛ばすことか。そう、錬金術の力だけで飛ぶロケットじゃないとダメってことだね。ソフィー先輩、もしかして手伝ってくれるんですか？うん、やっぱり先輩の手も必要だろうしね。ミミちゃんの方にはライザがついてるよ。なるほど。じゃあペアでの勝負ってことですね。そういうこと。ライザにも負けられないな。とにもかくにもより遠くまで飛ばせる強力な推進装置を作る必要がありますよね。こんな感じで考えてみたんですが、どうでしょうか。なるほど、確かに強力だね。でもこれだけの力を出そうとすると、その分耐久性が必要になるかな。それこそ爆弾に耐えられるくらいな、そんな素材を使ったら結構重くなりそうだね。そうなんですよね。爆弾、お、爆弾。あら、ソフィ、私のことそんなに見つめてどうしたの。この際爆弾でもいいのかも。え、どういうことですか。何か爆破したいの。爆破しちゃダメですって。どうせ耐久性を上げるなら爆発の勢いで打ち上げたらいいんじゃないかなって思ったんだ。なるほど、確かにそういう考え方も。お見それしました。よっしゃ、そういうことなら強力な爆弾のレシピがいろいろあるわよ。先生、急に生き生きしてきましたね。推進装置の方は方向性が見えてきた。ロケットの強度を上げようとするとどうしても本体が重くなる。それでは遠くまで飛ばない。本体はなるべく軽いのが理想。よし、この設計で行きましょう。努力は裏切らない。私はそれをこの身で証明し続けてきた。歴史ある商会の跡取り娘、それが私。学業だって何だってどんなに必死に努力しても家の力だって人に言われてきた。ふざけないで。家の力になんて頼ってない。私の功績は私の努力によるもの。なんで誰も私を見てくれないの？危ないよミミ、釜が爆発しそうになってる。ミミらしくないね。どうしたの？いえ、何でもありません。大丈夫です。何か手伝えることある？レスナとソフィーがうまくやってるみたいだからさ、こっちも二人でやろうよ。お気遣いありがとうございます。でも今は区切りがよくありませんので。うん、そっか。また後で声をかけますので。うん、わかったよ。何でも聞いてくれていいからね。大丈夫、一人でできる。私はそれを証明しなければならない。
そのために努力して努力して努力して、家と何の関係もない錬金術の道を選んだのだから、努力は裏切らない、そうでなければならない。だから私はあの子を認めるわけにはいかない。これが完成した試作型ミニロケットね。うん、なかなかいいじゃない。本当ですか、マルローネ先生。よし、動作を確認してみようよ。調整を重ねてより良いものにしないと。その通りですね、ソフィー先輩。それでは早速。調合は一人でやったって聞いたわよ。腕を上げてるじゃない。マルローネ先生やソフィー先輩のご指導の賜物です。もっともっと精進しないと。嘘でしょ、あの子もうあんなに飛ばせているの。認めない、認めない、認めない。勝つのは私よ。ここをこうしたらどうかしら。ダメ、話になんない。水力、揚力、本体と推進装置の重量バランス、考えることが多すぎる。ううん、焦っちゃダメ。これまでみっちり勉強してきたんだから、今がそれを生かす時。あれ、ライサ先輩、どうかなさったんですか。どうかなさったじゃないよ、ミミの方がどうしたの。何でもありません、調合に戻らないと。ダメ、ずーっとここに張り付いてるし、どうせろくに休んでないんでしょ。そんなこと。なるほど、ご飯もろくに食べてないってことね。ちょっと待ってて。はーい、たーんと召し上がれ。すっごい野菜。うちの実家農家なんだよね。いつも使い切れないくらい野菜を送ってくるんだ。だから遠慮せずにどうぞ、私を助けると思って。そうですか。では、おいしいです。よかった。しっかり食べてしっかり寝る。今はそれが一番大事だよ。でも、早く完成させなくちゃいけないんです。あいつに負けられないから。あいつってレスナ？そうですよ、推薦組のあいつなんかが。あいつなんかが。いえ、すみません、取り乱しました。隠さなくていいじゃない、それが素なんでしょ。
素の私を見せるなんて無理です。私は完璧でなくてはならないのですから、努力して完璧な姿を見せて、みんなから認めてもらえる私にならないと。どうして？そうでないと、みんなシュヴァルツラング家の耳としてしか見てくれない、私のことを見てくれないから。うん、そっか。でもなんだかおかしいね。え？自分のことを見てもらいたいのに本当の自分を隠さなくちゃいけないなんて。私本当の耳を知りたいな。私はその後、いろんな話をライザ先輩にした。どんな取り留めもない話もライザ先輩は笑って聞いてくれた。ライザ先輩の料理がとても美味しくて温かくて、何かが溶け出していくかのように感じた。ミミさん、事情はライザさんから聞かせてもらったわ。まったく、休息も食事もおろそかにするなんて。それマリオン先生にも言えますけどね。今日きっちりお昼食べました？私はいいのよ、慣れてるし。マリオン先生はお忙しいんですね。それならなおさら私には構わず。何言ってんのよ。私は教師として生徒の事情を一番優先するようにしているの。そうですか。だからさ、困ってるなら何でも頼って。私でもいいし先生でもいいから。ですが。もう取り繕わないの。何のために先生がいると思っているの？あなたのやりたいことを手伝わせて。大人はね、生徒たちの夢を支えるためにいるの。実は各パーツの重量バランスを考えるとこうしたラインが無難だと思うんですが。うんうん。そうするとこの箇所がどうしても。なるほどね。それならこうしてみるとどうかしら。え？ここの調合だけどさ、素材をこういうのに丸ごと変えるといいんじゃない？大胆ですが、確かに。それならこうした場合理論上はうまくいくと思うんですが。その場合はこっちをこうした方が安定するわね。おお、一気に完成形が見えてきたね。さすがライザ先輩とマリオン先生ですね。いや、それを言うならミミの基本設計がきっちりしてたからに決まってるでしょ。私のですか？でもずっと行き詰まっていて。それはあなたが無理に無難にまとめようとしてたからってだけじゃない？一人で考えるのって限界があるものよ。ほらミミ、こっから先どうする？それでは続きですが、知らなかった。みんなで協力するというのはこんな感じなんだ。悪くないじゃない。やった、ロケット本体ができた。だいたい理想通りだわ。重量も強度もなかなかいい出来じゃないかしら。なかなかじゃなくてかなりです。それじゃあいよいよ推進装置の方を。ちょっと待った。え？ライザ先輩、私はこれから推進装置を。
いいから。まずはご飯を食べよう。なんでしれっとご飯抜こうとするかな。こんな野菜もりもりの料理ばかり作るライザ先輩に言われたくないです。なんで？ヘルシーメニューだよ。謎メニューですよ、謎メニュー。野菜で野菜をくるんで野菜を食べるあれじゃないですか。まあ美味しいですけど。深く考えなければ美味しいわよね。心なしかお肌の調子もいいし。二人して文句垂れながら結局食べてるし。褒めてるんですよ。それにまあ感謝していなくもないですし。ミミって素直じゃないよね。ライザ先輩のようなリア充とは違うんです。なんかミミの言葉に毒が。前のミミに戻って。もう遅いですよ先輩。そして迎えた試作品コンペの日。では発射します。おお、成功したじゃん。速度は物足りないけど安定感は抜群だね。ありがとうございます、ソフィー先輩。推進力不足は今後の課題でしょうか。さすがミミちゃん、複雑かつ繊細なバランスのいい構成だ。それじゃあレスナちゃん、私たちの成果も見せちゃおう。はい。推進力けどロケット本体が重くて足引っ張ったってところかな。はあ、これでもかなり軽量化したのにな。それでコンペの結果は？見た感じだと到達高度はどっちも同じかな。え？引き分けってことですか？どうしましょう。本番まで時間がありません。これからまた作り直してコンペをするのは不可能です。ならさ、二人で協力すればいいんじゃないかな。そうだね、両方の利点を合わせればいいロケットになると思うよ。でも私ミミ、一人で頑張るより一緒に頑張った方がきっと楽しいよ。私たちで一緒に悩んだ時間、私は楽しかったよ。レスナ、ミニロケット制作一緒にやってもらえないかしら。ミミちゃん、でも私と一緒でいいの？私は全てを一人で努力すべきだと信じてた。でもレスナのように錬金術を楽しみたい。それに努力とかそういうものに目を取られて、私はレスナ自身を見てなかったのかも。ごめんなさい。私もミミちゃんの気持ちなんて何も分かってなかったもん。一緒に頑張ろうね、ミミちゃん。え？分離式のミニロケットにするわ。まずはレスナが作った打ち上げ方式で上空に送る。そこからさらに
私の作ったロケットを打ち上げる。その機構を乗せる分少し重くなっちゃうけど、私たちの仕組みを合わせればそれでもなんとかなる。そういうこと。では早速取り掛かるわよ。ですな、この素材ちゃんと確認した？また変なのが混じってるわよ。本当だ、集め直してくるね。ちょっと待ちなさい、そうやってすぐにテンパらない。おーい、二人とも一息つくならお茶とお菓子を用意したよ。ありがとうございます、ライザ先輩。それじゃあレスナ、レシピの確認をしましょうか。ああ、結構長い間休みなしだったよね。ミミちゃんも難儀な性格だよね。休ませたいならそう言えばいいのに。地獄の特訓のこと聞きましたよ、ソフィー先輩。そんな人に言われたくありません。あ、ライザ先輩、この玉ねぎのケーキ美味しいです。でしょ、今年の玉ねぎは出来がいいんだってさ。ライザ先輩の謎メニュー、どれだけバリエーションがあるんですか。美味しいですけど。ミミちゃんも前よりいろんな顔を見せてくれて、少しは仲良くなれたのかな。あ、ミミちゃん、休憩中？ええ、私意識的に休憩しないとつい根を詰めてしまうから。私もついつい他のことを忘れちゃう。デスナは本当に錬金術が好きなのね。ミミちゃんも、しかも努力家だし尊敬するよ。いよいよ明日が本番ね。初めての錬金祭、楽しみだね。そうね、楽しみ、楽しまないとね。明日は絶対に成功させましょう。うん、頑張ろう。それじゃあレスナさん、ミミさん、次はいよいよあなたたちの番ね。クーポンじゃない、優勝を目指して頑張ってね。はい。それじゃあ行くわよ、レスナ。おめでとう、レスナさん、ミミさん、二人のミニロケットの圧勝よ。ということは猫さんチームの勝ち。やったね、二人とも。やった、ヨウさん。コホン、二人とも頑張ったわね。先輩方や先生方のお力添えの賜物です。それにたことはもちろんですが、それ以上に有意義なこと、錬金術、そして誰かと認め合い
協力し合うことの楽しさを学べました。ですな、私と一緒にミニロケットを作ってくれてありがとう。ミミちゃん、私もミミちゃんと一緒に頑張れてすごく楽しかった。私たち友達になれるかな。でしょ。私はもうとっくに友達だと思ってるわよ。別のは違うの。やったーやったやったやったー。私友達ができたよ。あんたってそういう子だったわよね。改めてこれからもよろしく。ですな、私こそよろしくね。こうして初めての錬金祭は素敵な思い出とともに幕を下ろしたのでした。険悪だったミミちゃんとも仲直りして一丸となった錬金術部のメンバーたち。次に迎えるはチーム対抗戦。ヘビさんチームやクマさんチームに負けないよう頑張るぞ。そういえば新入生はもう一人いたような。ロロナ先輩が心配して声をかけてるみたいだけど、何やら事情があるみたいで。次回デスレリ学園第3部、影より見守りし君へ、夢へ向かっていざ行かん。